鹿角川に来ています。水温は 22.2 度です。今日は夏日、猛暑日で、37度近かったですね。水温もぐっと上がりましてですね、まあ、連日夏日だったんでね、仕方ないですけどね。今日日曜日でしたので、アユの友釣りの人たちも非常に入ってましたね。まあ、いずれにせよ厳しい状況はいつもと変わりません。まあ、それでもなんとかね、釣れればいいと思っています。今ライズがありますけれども、おそらく、ウグイですね、これね、多分アーリーに反応してるのかな、多分ね。まあ、行きましょう。ドライドロッパーで行きます。ドライドロッパーですけれども、ドライフライとウェットフライで、ちょっと水が減ったからね。来ましたよ。